す。さあ、今日はどこに行くんですか？今日は天気がいいし、波も少しありそうやから、マウントマンガヌイですね。ここから車で1時間かからんぐらいやな。景色も最高やし、今日は山も登るし、サーフィンもするし、スケボーもするし、あとムール貝を取りに行こうと思ってます。おぉ、で、一応鍋とか持ってきたから、うん、その場でグツグツして食い散らかします。ムール貝を食い散らかします。久しぶりに休み晴れたからな、本気で遊ばないと。30歳。晴れと思ってたら見て、空雲いっぱいですわ。でも俺晴れ男やから、海に着いた瞬間もう雲一つない。任して、この晴れ男の力を。ちなみにね、ニュージーランドはムール貝は海行ったらもうバンバン取れる。そう、砂ないもん、ムール貝しかない、うん、生で食べるとなんか舌ヒリヒリするねんな。あれなんか当たってんかな俺。海でこの前な、貝を歯で割ってその場で食べるっていう。じゃあなんかベロヒリヒリしてきてさ。でもちょい茹でが一番うまくない？うん、美味しい。ちなみにこのブーブー言ってんのさ、いくらな。上サーフボード積んでんねん、2台。動きまくってる。決勝ならではないから。これハゲてるから、もう俺の車古いから。えね、永住権取れてからやな。いい車買うの？そう。でも永住権取れるのもほぼ確定やけど。もう1年ぐらい前か、永住権申請したの。うんうん。やけど、もうずっとコロナで、あ、もっと前やな。うん。イミグレーションが閉まってて、俺のビザはもうずっとストップしてた状態で、もう将来が見えへんみたいな感じで。でもどうしよう、もう帰ろうかとか思ってたら、なんとね、1ヶ月ぐらい前に、期間限定の永住権を申請できるっていう。すっごい簡単になった。だからやっと先が見えたから、まあ永住権取ってからがまあ始まりやなと思ってるけど、なんやかんやニュージーランド来て5年、もうすぐで6年目に突入するからな。まあスローライフを楽しんで、お家も買って、あと何や、船も買って、犬も買って、こう見えてあの魚さばけます。板前さん絶対に放らんで。超ロンゲ。僕ら3人でサーフィンします。一応山登った後にここでサーフィンする予定です。さあ山登りましょうか。今日神々やな、神々やな。山登りますか。ここでいつかキャンプサイト泊まりたいんよ。2連休あって、波があって、うん、天気がいい日はここで泊まろう。うん、言って、うん、で翔平さんは朝一でサーフィンができると。そうよ、ここで、ここで。ここが私のアナザースカイ。ご依頼お待ちしております。で、まあ、まだやけ、おお、この冬がいいんだ。おお、知ってる、ここら辺にあの回ってたら岩の上でたまに広く寝てんの。あ、知ってる。はい、アザラシのことです。今日はちょっと空立ってないんで呼びに行かなきゃ。兄弟。
山の一番最初が一番最初最初見てみよこの二人の格好一番動きやすい全然じちょっともうトロッとしてるのにみんな動くこれが私のアナザースカイ小山の途中にはね羊が日向ぼっこをしておりますわほんまやかわいいこれニュージーランドならではやなお尻まだ眠たくないっすもうで どっちのコース行きたいあハードコースとイージーコースがあるけどハードは、うん距離は短いけど階段があるんよ。ああ。次はぐるーっと回って上がる感じ。てかあの線何？すごいところで波が立ってるあれ。波じゃないよな。波？あれは赤道です。嘘つけ。あれはあれで時間が変わります。どう時間変わらない。赤道時間変わらんって。何やったっけ？本州四五線です。もう息がハーハーです。これでも毎日ジム頑張ってんねんけどな。やっぱ有酸素運動もしなダメだねぜひあの日本からニュージーランド来るときはあのここに来てください連れて行きますいつの間にか翔平さんがタンクトップになってる人前ではあんま来たくないんやけど自分の時だけね今日はしょうがない暑すぎるなりたいぐらいやからなほんまにアウトフィット間違ってっからこの人完全にこっちこっちに行きます多分あと10分ぐらいで着くかな嘘うん希望が見えてきた大丈夫かひろき余裕っす私は余裕じゃないあれーあれちゃみて、おっちゃんも若いのに負けずについていくわ二十歳に負けずについてく30歳ゴールが目の前に見えてきました結構こうやってゆっくり来ても20分ぐらいなほんまにそうですねうん頂上ですじゃーんこれがねマウントマンガネの景色ですよ言ったでしょ車来る前に森やったけど俺が着いたら快晴になるって見てくださいこれ晴れ男の力こっちが波がある僕らがいつもサーフィンするとこですねでこっちがハーバーで海船が止まってるんですけどこっちはね一切波がないんですよだからこう2種類にその間に町があるっていう感じですねぜひねみんなニュージーランド来た時はねここに来てここでサンドイッチでも食べながらピクニックしましょうイエイちょっと絶景を撮るためには、ね、リスクを背負わないとダメオッケーカモンあんまり誰も知られてない場所ですねちょっと細い道でなんかだから綺麗な服とかできたら着いちゃうかもしれんけどシークレットスポットですよシークレットスポットですよほらみんなここはガリガリの女性の足のアキレス腱に見えるでしょアキレス腱どっち遠回りしてたこっちやでーあ遠回りの方やでそっち危ないもんだってそっち。ここ行くの？ここが私のアナザースカイ。取れてへんちゅうねん。ここが私のアナザースカイ。どう思うよこの先輩。憧れるやろ？憧れ。ちょっと風強いから気つけてな。飛んでいくで。なんか別の、おー、あの景色やろ。
別ようこんなとこ見つけた。オレンジ。オレンジっすか。ということで山登り通りは無事完了したので、今からサーフィンに行ってみたいと思います。噛んだ。行ってみたいと思います。じゃあねー。